私たちは真面目に晩兵していました。しかし天使が降りてきてこの墓石を動かしたんですと。つまり祭司長たちはイエスが予告していた通りに本当にイエスは復活したのかということを信じる根拠が彼らに与えられたわけですね。皆さんこんにちは、松本明弘です。前回はイエスの埋葬についてご一緒に考えました。金曜日の午後3時、イエス・キリストは息を引き取られました。その後、有馬屋のヨセフとニコデモの2人がイエス様の遺体をヨセフの生前墓に葬った。その様子を女たちがしっかりと見ていたということについてお話ししました。マルコの福音書15章47節にこのように書かれています。マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた。どうしてよく見ていたのか。安息日が明けたら自分たちがやってきてもっと香料を塗ってあげようと考えていたので、間違った墓に行くといけないからここだなということを複数の目でよく見ていたわけですね。しかし日没となりまして、安息日が始まりましたから、戒めに従って24時間彼らは休みました。ところが翌日土曜日ですね、この時に動き回っている者たちがいた。それは誰か。マタイ27章62節、あくる日、すなわち備え日の翌日、祭司長たちとパリサイ人たちはピラトのところに集まって。備え日の翌日っていうのは安息日のことですね。もう昨日で全ては終わったと思っていたのに、ピラトはこの祭司長とパリサイ人たちの姿を見て、また来たのかと思ったことでしょうね。彼らはピラトに何と言ったか、63節こう言った。閣下、人を惑わすあの男がまだ生きていた時、私は3日後によみがえると言っていたのを私たちは思い出しました。さあここで彼らはイエスという名前も使わない、人を惑わすあの男という言い方をしていますね。名前も呼びたくなかったのでしょう。しかしここに私たちは大いなる皮肉を見るんですね。この宗教指導者たち、意外とイエス様の語られた御言葉を真面目に聞いていたんだと。私は3日後によみがえると言っていたのを思い出した。弟子たちでさえ忘れていた。そして香料を塗りに行こうと思っている女たちでさえ忘れているにもかかわらず、敵である彼らがイエス様の語られた言葉をしっかりと聞いていたっていうことがわかります。64節ですから、3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出し、死人の中からよみがえったと民に言うかもしれません。そうなると、この惑わしの方が前の惑わしよりもひどいものになります。前の惑わしって何ですか？それはイエスがご自分をメシアであると語られたこと。それを彼らは惑わしと呼んでいるわけですね。そして彼らが恐れたことは、弟子たちがこっそりやってきて墓から遺体を盗んで、ほら墓は空っぽだ、イエス様はおっしゃった通り復活したんだと吹聴するのではないかということを恐れたわけですが、弟子たちがそんなことするつもりもないし、また今恐れをなしてチリチリになって逃げてしまった弟子たちにそんなことをする勇気もありません。65節ピラトは彼らに言った。番兵を出してやろう。行ってできるだけしっかりと番をするがよい。ピラトとしてはもうこの件で煩わされたくなかった。昨日散々嫌な思いをして、無罪だと分かっている男を有罪判決にして死刑にしてしまったと思っているのに、もういい加減にしてほしいという気持ちですね。だからしっかりと番をするがよいと。まあこの時派遣された兵隊は、普通4人から16人の間で構成されている兵隊と言われています。66節そこで彼らは行って番兵たちと共に石に封印をし墓の番をした。ただ兵隊を置くだけじゃ足りないと。
そこにローマの権威を示す封印を貼ってくれ。この封印を破った者は何人たりとも死刑に処せられる。そして破られたならば、そこを万兵していた兵隊たちは全員死刑に処せられるという厳しいものでありました。ですから当然兵隊たちは自分の命がかかっていますから、しっかりと寝ずの番をしたことと思います。そして土曜日の日没となりました。安息日が終わりました。次に動くのは誰でしょうか。じっとしていた女たちですね。マルコ16章1節。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香油を買った。この段階ではまだ買うだけですね。なぜかっていうと土曜の夜で真っ暗ですから何も見えない。ですから明日の朝になったら一番で行こうと思っていたので、今のうちに香料を買っておこうということで、お店に行って買っておいた本当に周到な準備をする心優しい女性たちだなということがわかります。そして夜が明けました。いよいよ日曜日の早朝ですね。マタイの福音書28章1節をお読みいたします。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。そして彼らがこの墓に着く途中の出来事が2節以降に書かれているわけです。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。天使が降りてきて石を転がした、それは中にいるイエス様が出てくることができるためにというふうに私たちは考えるかもしれないけれども、でもこの日曜日の夕方、弟子たちが集まっているところでは鍵をしていたけども、そこをイエス様入られたわけですから、石があってもイエス様は出られる、そういう復活の体を持っておられたわけですので、ここで天使が石を転がしたのはイエス様のためというよりも、この後やってくる女たちがそれを見て中に遺体がない、イエス様が復活したんだということをすぐ理解するために石を転がしたわけですね。そしてここで石を転がしたということは、先ほど申し上げたローマの権威を示す封印が破られたということです。さあここで兵隊はすぐにこの天使を逮捕しなければなりません。手錠をかけることができたでしょうか。3節、その姿は稲妻のようで衣は雪のように白かった。天使って見たことはありませんけれども、その姿は稲妻のよう、衣は雪のように白いんですね。4節、その恐ろしさに万兵たちは震え上がり死人のようになった。まあ私たちの日本語を使えば完全に腰を抜かしたっていう状態ですね。皆さん腰抜かしたことありますか。もう動けなくなってしまった、あまりの驚きのゆえに、なんていうことを経験されたことがありますでしょうか。ここの兵隊たちの姿はまさにそういう状態ですね。女たちは来る途中でしたから地震は感じたのかもしれない。しかし到着した時に兵隊たちはその場所から逃げ出していたんですね。そして女たちが到着すると石はすでに転がされていた。そして天使が女たちに話しかけるというふうにつながるんですが、今日私はそこに行く前にこの万兵たちに注目をしたいと思います。女たちのことについては次回以降お話しいたします。マタイ28章11節に飛びます。彼女たちが行き着かないうちに万兵たちが何人か都に戻って起こったことをすべて祭司長たちに報告した。彼らはピラトから派遣されているローマの兵士ですから、本来こういうことが起きた場合にはピラトのところに行って報告しなければならないはずですね。しかしピラトのところに行くと死刑になることは分かっていますから、誰がそんなところに行くでしょうか。今回自分たちが派遣されたのはこの祭司長たちの願いによるということを知っていた兵隊たちは、
これはピラトのところに行くよりも宰相たちのところに行った方がいいと思って、彼らに見たことをすべて報告したわけです。12節。そこで宰相たちは長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えて、13節。こう言った。弟子たちが夜やってきて、我々が眠っている間にイエスを盗んでいったと言いなさい。この宰相たちは、この兵士たちの証言を聞いたんです。兵士たちが嘘つくわけないですよね。私たちは真面目に晩兵していました。誰も居眠りなんかしていません。しかし天使が降りてきて、この墓石を動かしたんですということを聞いた。つまり宰相たちは、ということはイエスが予告していた通りに本当にイエスは復活したのかということを信じる根拠が彼らに与えられたわけですね。ところが彼らはその事実を認めようとはしなかった。それは復活するなんて信じられないっていうふうに思ったからではなくて、信じたくないと思ったからですね。復活したら不都合であると考えたから、復活しなかったことにしようというふうに考えて、この兵士たちに多額の金を与えて嘘をばらまくようにと命令したわけですね。どんな嘘ですか？弟子たちが夜やってきて、我々が眠っている間に、眠ってたらダメなんです彼らはね。そして眠っているのにどうして弟子たちがやってきたとわかるんですかという話ですね。その間にイエスを盗んでいったという嘘を撒き散らせと言ったわけですね。さあ、この宰相たちを見るときに、信じられないから信じなかったのではなくて、信じたくないから信じなかったという人たちがいるんだと。今日もそういう方々がいると思います。イエス・キリストが復活したということを認めてしまえば、この方は神だとすれば、私はこの方に従わなければならない、しかし従いたくない、だから復活しなかったことにしましょうというふうに考えている人がどれほど多いことでしょうか。14節。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。どうやって総督ピラトを説得するんでしょうか。もちろん賄賂ですね。ピラトは賄賂に弱いということを知っていた。だからお前たちに迷惑はかけないから、しっかりとこの嘘を撒き散らすんだよっていうことを兵隊たちに命令したわけです。15節。そこで彼らは金をもらって言われた通りにした。それでこの話は今日までユダヤ人の間に広まっている。キリストは復活したのではない、実は兵隊たちが眠っている間にキリストの弟子たちがやってきて、それを盗んで復活したんだと言ったことが、復活したという伝説となって、神話となって今日に至っているんだというふうに考える人たちがいるわけですね。つまりこれはキリストの復活を否定する最も古典的な説です。その他にもいくつかの説があるんですが、これが一番古いですね。先ほども申し上げたように、もし自分たちが眠っていたならば、どうして弟子たちが来たってわかるのか。いや、起きていたというならば、どうして盗みに来た弟子たちを捕まえないのか。向こうは丸腰です。こっちは兵隊です。そして、ローマの権威を表す封印が破られたにもかかわらず、なぜ犯人をすぐに捕まえようとしないのか。不合理なことがたくさんありますね。さあ、キリストの復活に関して、このことを理解していただきたいと思います。真面目に歴史を調べる人であれば、以下の3点は合意します。1点目、金曜日の午後、キリストは確かに十字架上で息を引き取った。その後2点目、彼は墓に葬られた。その後3点目、しかし日曜日の朝、なぜかその墓は空っぽだったということまでは、真面目に歴史を調べる人は認めるんですね。問題はなぜ空だったかということなんですけれども、今日出てきた説は弟子たちが盗んだから。そう思いますか？
この説が信じられますでしょうか。それとも本当にキリストが復活したからあの墓は空っぽだったのでしょうか。そんなことはどうでもいい、どっちでも私の人生に何の変わりもないと思われるかもしれない。しかし実は終わりなんです。この方が本当に復活したとするならば、私たちの人生は終わりではない。私たちの人生には永遠というものがあるんだということがわかる。そしてその永遠をどこで過ごすのかということは重大な問題であるということがわかるわけですね。これから何回かに分けてこのキリストの復活は本当に起こった歴史的な事実なのかどうか、そのことについてご一緒に考えていきたいと思います。ありがとうございました。